要するに右投げ右打ち、左投げ左打ちっていうのが理想のリパッターだと僕は思す利き腕が後ろにあるある方が僕は、僕の理論的には理想だと思ってます右の方が体の右半分の方が優れてるんで右打ちの時難しいですよね、最初はね肩が出るんで、うん、それをどうしても抑えるために こだわ練習するんですけど自分でコントロールするためにじゃあ右上げ左上はリンにかなってるんですかリンはかなってるんです確かに僕はそう感じたん、うん、なんか右バッターの人と左バッターの言う人って。 いうことかなり違うこと結構ありますよね多分左投げ左打ちの人の言うことと右投げ左打ちの人の言うことって何か違うんじゃないかというあ違う、ね、僕<は>それもある。それもあるうん、だからそこにあの僕の中でのバッティングすごい研究はしてるんですけどその研究は進んんででなないわけなんですねあ<ー><で>またうまい,いこと言うわ。いろんな人にあのその話は聞くわけですよ。うん でも僕はまだ前田さんのその感覚というかその辺の話は聞いてないんで、ちょっとね今回このチャンスで右投げ左打ち左投げ左打ちのえのそういうなんていうんですか話を聞いた人はどういう感覚で？あ多分僕らの感覚と一緒だと思います。右投げ右打ちはやっぱりある程度こうコントロール右自分の利き腕とか利き足とかの感覚っていうのがやっぱ鋭いんで、やっぱそこの使いわけじゃないですか。で右投げ左打ちの人って。 なんていうんですか、後ろの手ってよく言うじゃないですか、飛ばすのに、この後ろの。感覚が多分普通の人でも、あの。ないよね。薄いんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、ないですね。あ、これないんですか。ないですよ。押し込んで打つとかっていうイメージ。押し込んで打つっていうことは、もう一応あります。ある、あります。ただ、その右投げ右打ちの人みたいに、アウトコースをこう。ゴうそう、どうやっ回転をかけるっていう感じ。押し込んで打つとかっていうやつは、もう全員右投げ右打ちのやつ。よねみんな、僕らも言うけど。あの。 ね、例え小久保とか城島とかもよく言うけどこう押し込んで打つとかってやっぱりそうですよね捉えてからはもう気球で目いっぱいただそのためには相当こうなんていうんですかポイントをシビアな部分で叩かないとこうヘッドが積極的にこう返ってしまうの嫌じゃないですかで古澤さんなんかはだから右手をバーンと僕は話しながら打ってそう言いながら話してた行きつけた時はこっち打つけどまあ泳いだ時はまあベンチャーもそうだよね 泳ぎながらこうやってバツンと返さないようにですねやっぱり泳いで返ったら終わりなんで返さずにこう離すと離してそのまま長打打っていうのまあベンチはよく見た記憶あるけどなその感覚がやっぱりあれなんですか左手右投げ左打ちはまあまあ基本的にはそうやって一緒ですよねこう話すいやだから常に右手ですよね右右右手手手ででにリードすね引きけてて逆方向っいう 左バッタってあんんまりれへの柳田とかはね左こっち打つけどあいつらも右前の手で「おりゃ!」ってこうやってレフトに打つやんみんなもうこうですよ本当にそう,だ、ね、こうやって打ちますこうですねそもそもその利き腕が前か後ろかっていう論議がバッティングの基本でなんでそれがあのね真ん中打つのはまあまあ両手使ってねうん、うん、まあ打つんですけどインコース打ったりアウトコース打ったりいろいろしなきゃいけなくてでね 僕とかではベンちゃんはね例えば外の球を、まあ、ライト方向とか宇宙間に打とうと思ったらやっぱりヘッドを、ね、立ててこないと打てないんですよ、感覚的に右バッターでほとんどそうでこれが寝てしまって当たったら大体こう弱いライトフライとか、まあ、ファールになったりすることが、はい、いわゆるスライスカ、ね、回,転回転が弱いですね。それをこう縦にバーンと打ったらボールが飛ぶっていうの分かってるからこう、まあ、こう立ててこないといけないんですよね、イメージで。立てる時に後ろの 手でで立てた方がまあ簡単なんです前の手で立てろっていう人いるんだけどなかなかこうは立てれなくてやっぱり後ろ手でねパーンって立てた方がヘッドも立ってきてしかも強い打球が飛ぶんでそれが分かってくるんですよプロ野球になってくるとちょっとこう外目,か外目から言うかなこう,こうイメージでこう入れるイメージで打つとそれがだんだん分かってくるんでそれを利用したらいいと思うのは我々右バッターの右投げのやつらで左バッターの人っていうのはあんまりそんなこと言う人いないんですよ。で 特に右投げ左打ちの人って多いんで前の手の方がも,もちろん強いから外の球そのままこうやってパーンって打ってし,しまえばいいじゃないっていう人が特に最近多い前田さんはちなみにですけどいわゆる本当のスラッガーなんで外の球でも基本的にライレフトに打打ちで打とううななんんていいあんまりないですよ外,目から外目もセンターぐらいで内は全部引っ張るあの松井秀喜に近い。 だから今で言う柳田とか例えば吉田正尚君とかやっぱり前でパーンとこう打ちたい人ともまたちょっと違う気がするんですよ。どうですか前さんヘッドを立たせるっていうのは <laughs> 自分では大事なことなんですか、はい、あのヘッドを立たせるのは大事なんですけど僕はまあ右左打ちなんで右利きなんで常に右リード。 右でダウ,ダウンも右で、おろ、うん、引っ張って降りてきて、そこからインパクト以降。アウトコースの、アウトハイトがたまたま。本当は、こう、センターから宇宙間に打ちたいんですけど、たまたまポイントが近くなった時は、も、もちろん。左手の、押し、この、パンチを使いますよね。うん、前田さんが右投げ左打ちが理想だという理由は何ですか。理想っていうか、あのー。やっぱり、こう、右ば、右投げ右打ちのバッターの方でも。やっぱり。あのー。 いきなりこうトップの位置から右でこう,いう右だけではうどうしても左手と右手のバランスがあってですけどある程度左手の方でリードしながら入ってきてで、えー、その中でポイントに近くなってある程度そのタイミングで、ね、古さんと和田さんのタイミング微妙に違うと思うんですよ。そこで一気に 爆発さすっていうそこをまあ感覚を持っていらっしゃるんでそのポイントが何種類もあるっていう高め低め真ん中だから変化球まっすぐによっても違いますしだからその部分の優れたものがたくさんあるんでそれだけのね結果が出てると思うんんですよねさは僕はもう基本的にはもうこのハットのヘッドは僕は右手で立ててくるんで。 アウトコースはこうやって立ててくるんで僕は、ね、こっちさ立たないな俺だからもうこうやって全部もうこうやって全部僕はもうここの甲をしっかり立ててくるんでそれに添えてるだけなんであとはもうここからちょっとこうヘッドを加速さすっていうかそういう感じですねでもちろんバランスが大事なんでこっちが例えば僕が握力が70近くあるとすればこっちが50ちょっとなんです20ぐらい差があったんでそれを まあ10ぐらいに縮めたいなと思ってこう鍛えたあとはこうもう少しパンチこっちのパンチが欲しいなと思った時は常にこっちも鍛えればこっちこっちをあの10鍛えればこっちは15やったりとかしてバランスをよくまあもちろんバットをリードするのは左手なんですよね我々もね前の手で。 そのまあ打つ瞬間に力を入れたいなと思うときにやっぱりこっちでガンってこういったほうがなんか飛ぶっていうま覚であたう負けかいうかて言いながらコーナーか打ってるよ、僕らも。<laughs> うん、ああああやべっって言ったら <laughs> まああとはもうあんまりこうここも気にするんですけど僕はもうこっちの足であともうガーッと押し込んでましたんで押し、うん、込むっていうのはこっちの軸足でやってました、うん、だから体がそんな大きくなかったので体全体を使えてよくまあ若いときはいろいろパワハラを受けてたんで僕は。<laughs> <laughs> まああのお二人と違ってまずは足を上げないタイプなのでそこまで例えばこう足上げれば10乗りますけどそこまで乗せる感じはでもある程度軸足にしっかり乗せて軸足に乗せてステップした時にバランスよくまだ残して最終的にも残るんですけども軸足でぐっと打つタイプなんで軸足とこのバットっていうのがつながってる状態で打ちたいので。 あじゃあそこは和田さんと結構近いなもちろん近いですただその違いは僕は軸足と右の壁なんでこうクロスにあ右の壁って言うんですねクロスなんですよねこことここにこういう感じはい、だからクロスなんでで基本的にはバットを振り出すのも右右の半分振り出したいですしフォローもやっぱり右の方ですべて右手、右手動なんです上半身は右,、ね、右な左行きな で右バッターの和田さんとか古田さんは足を上げて下ろしてある程度インパクトまではバランスよくこう左手ではこうリードしてくるんですけどそこからはもう右手を目いっぱい使われるんですけど僕の場合は右投げ左打ちは常に最後,も最後まで右,右,右です意識は右手リードです前の方がとにかく開いたらもうボールって打てないんですはっきり言って見逃せないから。 さっきのあの和田さんもこう、どんだけ崩されても、ここだけは残ってるっていう。では一緒のことなんです。ここを開かないのか、ここを残すのかっていうことなんです。和田さんはここを残す。イコールここを壁を作るっていうことなんで、僕は。右投げ左打ちなので、こっちが壁っていうことなんです和田さんは右引きの右投げなんで、右を残す。あ、そういうこと。優れたところを。優れたところで、コントロールする。 これを和田さんが左を、壁が開かないでし、すると、ちょっと具合が悪いと思うまそうです。感覚が。ないイメージが出ないと思います。<ー>感覚が。一緒のことなんですよ。言ってることは。<ー>はい。うん、考え方がちょっと違う。右投げ左打ちと右投げ右打ちに違う。前田さんは、僕のイメージでうとこう、ポイントを。まあ。どっちかというと、アウトサイドもセンターぐらいのイメージで持ってると思うんですよね。それがちょっと。 いや待ち方は、だって古さんもレラインを引くって言いましたよね、うんはい、僕は、待ち方はここベースが例えば3分の2あったら3分の2まで来るボールはある程度もうセンターから宇中間に打ちたいっていうそうしないとヘッドが立ってこないんで、うん、打球が強い打球がいかないんで分ので難しいところはなかなか145ぐらい150超えるとアウトハイのぎりぎりのところはなかなか引っ張り ことが厳しくなってくるんで、その時はもう。ある程度レフト方向へ。まあ、ホームランなかなか。厳しいですけど、レフト前でもいいかなっていうふうに思ってました。それ以外のボール、自分がホームランできるボールはホームランを打ちたかったので。常にそういう甘いボールはホームランにしたいって思ってましたね。で、インサイドの厳しいボールは。間違いなくホームランにしたいと思ってました。<laughs> そういう感じですね。はい、いや、ひ、まあ、いわゆる引っ張りの。 外のぎりぎりのところはお二人は、まあ、ホームランする力ありましたけど外のこのライン、僕はレフト方向でホームランできるっていう下半身の強さがなかったのでその分、インサイドの厳しいところはじゃあ俺はそこをずらしてライトをポール際でも持っていきたいなと思ってますあえじゃあ前田さんの目つけはもう基本的にはやっぱインここの一番速い真ん中インコース。 こっから,こっ,こ,からこっちがベースをちょっとずらしてこれぐらいまで来てました。じゃあやっぱインコース寄りに見てたんですね。まあインコース寄りってここのこっからここまで来る間は、うんうんうん、スラッガーだよね。はい、ホームランバッターってだいたい自分の甘いこっちを。左ピッチャーの時も一緒です。こっち面。そうそうで左ピッチャーの時は和田さんがスライダーを抜けてくるのがイメージが。うん、僕は抜けてくるスライダーをイメージしましたが常に。来たら打つ。はいここに。 左ピッチャーがスライダーがプッと抜けて、この辺にあ抜けたと思ったのはホームランにしたいと思ってたんで,、うん、でホームランになんとかできる待ち方をして外へ厳しいスライダーが来ればもうこれはバットの先でもヒットでいいなと思ってましたからねまっすぐが左ピッチャーちょっとシュート気味に来るんで、うん、まあその辺もうまく打ちたいなと思ってましたからね。 結構厳しいボールで、普通打ったら、ファールになっちゃうじゃないですか?。そうですね。前で打と後も、ファールにしないように、してます。そのファールにしないコツは、何?うん。普通に前で打っちゃうと、なんとなく、普通にファールー、ね、打ってしまうから。からこうインサイドを。ファールにしない、うん、狙って打つと、ファールになるんで、狙わないで打つことです。うん、ああ。 狙って打つと、うん、もうそこを狙うって決められてしまうと前で打っちゃうじゃないですか多少腰をこうまいこと距離を取って打とうとするんで、うん、それとファウルにしかならないんですよ、うん、人って。だからそれはもう狙わずに行けば自然と体が開かずにパーンと出るっていうふうに僕はそういう感覚手応えを持ってた、うん、るよはポイントがインサイドの方ほうね前で打っちゃうとファウルになっちゃうから。はい ポイントはそそんななに変わらいいですううことよねポイントこれがすごい重要なことなんですよ、僕らにしてみるだからよくインサイドがポイント前、真ん中が真ん中、アウトコースがポイント近くって斜めにイメージしますけど、そうじゃないですね、基本的には同じぐらいですね。で、外をフルスイングです、外はフルスイングです、和田さんじゃないですけど、パーンとレフトへ。僕も危うく、ばしっかりタイミングで当たればレフトホームラン。 昔怪我する前言ってましたした <laughs> でもそれ諦めてそういう打ち方にしてで真ん中はまあ真ん中の普通でインサイドはフルスイングはしない方が自分の中ではいいスイングができてたっていう手応えがあったのでそういうい打ち方ししてましたその方がインサイドは近いんで早く振ろうとすると逆に遅れるバットが出てこなくなるんで。力まずに 方がインサイドは一番最短で素早く出るんでそうすると多少詰まってもいい詰まりをすればレフトライトポールギ際に入るんでそういうあのねこれがねじゃあこれがねもう本当に僕はねもう究極の野球理論だと思ってるぐらいですよ正直なこと言うと。 でよく言われるんですがインサイドは前で打ちましょう、まあ、センターは真ん中,真ん中はセンターライト、まあ、アウトコースは逆方向に打ちましょうっていうから大体ポイントってこうなるんだんだんキャッチャーに近づいてくるんですよねでだから野球の本質っていうかバッテリー何考えるかっていうことはこのタイミングでず,ずらしてほしいんですよだからインコースで前で打ちたいなと思わせて外投げるんですそうしたらタイミング合わないですよね で外で待ってるってポイントをキャッチャー寄りにさせくるんじゃないかと思わせておいてインサイド投げたら詰まるんですこんなところにボール来たら絶対詰まりますからだからそのために変化球投げたりインサイドとか投げてるのにこれが横並びになられたらインコースだろうがアウトコースだろうがいや同じタイミングで僕打てますよだってポイント一緒ですからそうするとリードとか関係なくなるんです。 インコース、ミセットとかアウトコースだからこの幅がまあ横一列にならなくてもちょっとずつでも縮まれば縮まれるほど打つんですバッテリーにしてみれば困るんですタイミングをずらしにくいからだから前田さんとかは外の球もある程度外の球も前で打てますよインコースはちょっと逆に言うとキャッチャーよりで打てますよとさっきの話だからこの斜めのラインが近いんですまあ横一列に近づいてるだからこの技術これはね まあまあバットコントロールとか技術もいるんですけどもその感覚でやるとあのバッテリー本当困るんです。だ和田さんとかはもう一つもう一つ逆でインサイドもなんかこう開いてこの辺で当ててライトに打ったりすることもインコースを前で打ったりこの辺で打ったりするたまにねまあいつも狙ってるわけじゃないけどね振り遅れてたまにやるよねだそういうことをやられるとインサイドは2箇所のポイントで打てるし。 アウトコースも前で打ったり後ろで打ったりできるとなるとこれ技術的には非常に高いんですだからさらっと言ってますけどこれは僕はねこのポイントをこう横並びにできる人っていうのがもう究極のバッターあの崩れないしと思ってるんであのその技術がこう抜いたり前で打ったりとかこういうのになってますと思いますそれをこう常に現役時代とかは考えて。 るんですか毎回同じそのタイミングでは打たせてもらえないのでそういう打ち方があるとあちょっとボール中に入れすぎたとか、まあ、それはしょうがないですよね。他に警戒してるボールがあったりすればストレートが差し込まれるのは当然なんですけどもそういう時は、まあ、このようなあのポイントになりますし逆にそれほど変化球があの警戒するボールがなければ そこまで窮屈な打ち方をしなくてもあのバットは出やすいですしだからそれはもうあのピッチャーによっても待ち方によってイメージの仕方によっても違いますしだからキャンプとかでもねプロのキャンプとか見てても練習でね気分よく練習でパンパンでこう引っ張ってホームラン打ってるやつもいるんだけど。 そういういろいろ取り組んでるやつなんでインコースの球をわざと僕らで追っつけるでインコースの球もわざとセンターとこっちに打ってみたり外を無理やりこうやって打つ練習をしてみたりとかいろんなマシンで練習をしてるやつとかいるんですけどそういうやつらを見ると困ったなとそんな練習してんじゃないよっていうふうに気持ちよくスタンドね振っとけ100スイング中30発いいじゃないかそれでって言って。 あんなに足上げてんのにそとーうイメージ,イメージねがねなんかすごいんですよ足上げる人ウルね。ウルザなんかもこうやってこう,こうやってこれもすごいんですよ僕はもうこれやるともうこうフィンガーフィンガーっていうことはなかなかないと思うますあ後ろシモんやね僕フィンガーフィンガーですフィンガーフィンガー